どうも、東欧のセンター脇です。ということで今回は住まわせてもらってる家、ホテルを紹介したいと思います。よろしくお願いします。ちょっと車通りが多いんですけど、ここ、自分がお世話になってるところはチームメイトの一人の両親がホテル経営をしていまして、そこのホテルに住まわせてもらってる感じになります。ホテルの名前はこちらですね、ホテルベネツィアさんです。ということで今からルームツアーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエス。はい、ではここからは音声の方でホテルを紹介していきたいと思います。ということでまずは玄関から入ります。なんかちょっと泥棒みたいなんですけど、僕ちゃんとここ住んでますからね。はい。でここがレストランです。レストランとホテルを両方で経営していて、昼間夜など結構人が入ってます。でここがバーですね。夜結構ここで立ち飲みしてる人が多いです。そしてこの左がトイレで、階段を上がり、この暗闇を突き進むとまだなんですね。ここ今誰もいないんですけど、これたまたまで、でここ見てもらう、ここがキッチンですね。で見てもらうと、なんかちょっと結婚式場のような感じで広いスペースに なるんですけど、このちょうど真下が僕の部屋になっていて、ここの椅子を引く音で朝目覚めたりします。そして階段を下がる、ピース。ピースですね、ピースですね。でまたピースピースです。でここはトイレで、こっからがホテルになります。地下に住んでますね、半地下です。赤いドアの一番手前、2番ですね、僕の部屋は2番です。そして鍵を開けて、最近鍵の開け方を知りました。ここちょっと難しくて。はい、そしてここは僕の部屋となります。泥棒じゃないですよ。泥棒じゃないわ、誰が泥棒や。おい、でちょっと生活感をわざと出しております。ちょっと汚く、わざとですよ。本当はもっと綺麗ですからね、綺麗好きで。こういうとことかもわざと生活感を出して、人間味あふれることを、見せたくてやっております。ということでこんな感じで、こんな感じになります。Something real.